さあ今日も始まりました、ゴルフ7チャンネル、高沢の前です。今日はですね、7チャンネルでもおなじみのこの JJ のウェア秋の新作を、ファッションショーでご紹介したいと思います。それではどうぞ。これは、新作の方のトップスになっていて、丸い襟がすごい特徴的で、ゴールドのボタンがついているのがアクセントになっています。確かに可愛い、ちょっと斜めにね、なってるとこがまたおしゃれだよね、うん、でもっときつかったりとかしたら、あ、少し開けてね、調節ができます。はい、ストレッチも効いてるので伸び縮みするのと、うん、裏地が結構あったかいので1枚で着てもいいですし、中にヒートテック着て冬の場も着れます。で、このスカートは、これはラップスカートって言って一番ジェージェンらしい形なんですけど、うんうん、中がクロスしていて、そのスタイルアップさせてくれるデザインになってます。確かに、うん、ちょっと大人可愛いスタイルだね。可愛い後ろのポケットのロゴもまたいい感じ。こっちだ、うん、ゴールドの刺繍が入ってます。着心地はどうですか？着心地はすごいあったかいですね、やっぱり。お、裏地もちゃんとしっかりしてて、冬場でも楽しくゴールドができるんじゃないかなって思います。はい、こちらも新作になってます。可愛いですね、うん、コルセットのスカートデザインで、うんうん、ハイウエストなので足長効果に見えるような形になってます。ウエストがキュッてしまっているので、うんうん、スタイルが確かによく見えるようなデザインになってます。 JJ には珍しい、ちょっと長めの丈だね、うん、長めの丈です。うん、あとトップスの袖の部分が、あ、そうそう、かわいいと思って、なんかお花みたいな、そう、ね、広がりがかわいい、またベレー帽がね、うん、秋っぽい。カスタムベレー帽って言って、ものによっては、そのビジュアルの色合い、うん、位置だったりとか、色合いが若干違ったりとかするのが、うんうん、面白いですね。なつきちゃん、このコーディネートはどうですか？なんか、新鮮って短いスカートが多いんですけど、うん、長いので、なんかちょっと安心感が、うん、確かに。スイングした時もひらひら、ね、そう、ひらひらっと、うん、スイングした時が可愛いシルエットになります。こちらも新作になります。フリードの可愛いね、フリード可愛い、うん、なんかお腹周りがすごい綺麗に見えるというか、確かにこのシルエット、ね、女性が一番気にするシルエットなんですけど、割と綺麗なシルエットだね、フリードを通せてくれるから本当に嬉しい。レースでやってる、二重のなんかね、ヒラヒラ、うん、ね、凝ってるね、細かいとこまでね、デザインが凝ってる、確かに、うん、でサラサラなのね、ね、うん、こっちがいいし、うん、で秋の新作は結構雰囲気のあるレディーな印象にというコンセプトで作っているデザインなので、うん、こう昔の映画に出てくるようなヒロインの女の子をイメージしてデザインされたみたいです。これも新作だね。はい、新作です。プリーツのスカートになってるんですけど、タイトの中にプリーツが入って、タイルがすごいよく見えるようなデザインになってます。確かに裾だけプリーツになってるんだね、うん、結構韓国でも流行ってて、うーん、裾は襟元が丸襟になっていて、ゴールドのボタンがちゃんと置いてになってます。
さっきあれだ、さきちゃんが着てたやつの色違い、ネイビーです。初登場のくるみちゃんです。はじめまして。ゴルフ歴はどのくらいですか？3年ちょっとくらい。おお、ベストスコアは初の80代。はい、おおおめでとう。この間充電カップにも参加してくれて、はい、ありがとうございます。着心地とか、着心地は結構スカートタイトなんですけど、うん、ストレッチ効いてるので動きやすくて、うん、確かに。まあ続いてガランちゃんのコーディネートです。なんかくるみちゃんのと似てるけどまたちょっと違うんだよね、うん、色味が似てるんですけど、レザーがポイントになっているのが特徴的なレザーのリボンベルト、リボンベルトと襟もね、そうすごいこれこだわってるよね、うん、スカートはひらひらのプリーツスカートです。この形かわいいよね、うん、スカートで。初登場のガランちゃん、はじめまして。ゴルフ歴はどのくらいですか？私も3年ちょっとです。お、ベストスコアは96です。おー、全然まだ始めたきっかけは、きっかけはクルミッキーとお世話の同級生で、一緒に始めました。あ、じゃあ一緒に始めたんだ、クルミちゃんと。すでに会いに行って、ただスコアはちょっとライバルかな。着心地はどうですか？すごいなんかストレッチ効いて動きやすいです。確かに、はい、ね、それがひらってなってるのでスイングした時にひらってなって可愛いです。去年のデザインなんですけども、今年もすごい人気で、秋から冬にかけて着れるようなお部屋になってます。中にヒートテック何枚着ても全然着膨れしないので、寒い日とかはすごいおすすめなコーディネートです。ボディーラインとか気になる方もふわっと着れるので、いいね、スカートも確かゴムだったよね、そうなんです、ね、中の方が、うん、で中のスカートのところもパンツスタイルになってるので安心して短くても着れます。襟元がすごい可愛いね。ベースボールガールをイメージしてるので、あ、やっぱり言ってたんです。さっきも野球っぽいねって。ここの JJ のロゴの部分が、お、可愛い、ホームグラウンドみたいな形のなってる。可愛い。初パンツです。JJ にはパンツスタイルがあるんだね、はい、お、すごい、なんかめっちゃ足長効果、うん、みほちゃんが足長いんだけど、すごいね、スタイルすごいよく見えるパンツ、シルエット綺麗だね、これ。綺麗なんですね、スタイルストになってるの特に。確かに、確かに、上のトップスはまたバランスいい ね、 これね、あと襟元もレザーになってるので、大人っぽい感じも雰囲気な、確かにゴルフ上手そうな感じの、ね、キャップとかとすごい合わせると韓流風でかっこいいイメージになります。私服の服とも結構パンツは合うので、私服でも確かに、ね、いいね、いいね、パンツおすすめです。こちらも旧作のコーディネートになります。はい、なります。チェックのスカートとのその合わせになっていて、ブラウスが特徴的なこちらのくるみちゃんの方のシースルーのブラウスになってます。ね、セクシーなブラウス、うん、袖がすごい可愛くて UV カットになっているので、夏も着たら日焼け防止とかにもなるので、すごいおすすめです。
ちょっと寒い時中にヒートテック白を着てもらえればそんなに目立たないので。確かに、うん、でサランちゃんのは、こちらはスウェードの素材の襟元になってるので、季節感出したい時とかは春でもいいですし秋冬でも、うん、すごいシルエットが綺麗なので人気のデザインになってます。やっぱ袖がね、すごい特徴的な JJ のロゴも入っててバルーンのデザインになっているのでちょっとふわっとさせながらも手元がキュッとなっているので、華奢な華奢な腕になって2人はこういうコーディネートはどうですか。初めて。いや、本当ベレー帽とかも10年ぶりぐらい合ってるから似合ってますか。似合ってます。秋冬におすすめのコーディネートです。いかがでしたでしょうか、ファッションショー。以上、秋の JJ のファッションショーでした。